皆さんこんにちは、プティモーキレッジの時間です。前回の第3回までで基本的な機能でアニメーションを作成していきました。ここからはさらにシェイプレイヤーの機能を深掘りしていきたいと思います。第4回はモーフィングについてです。モーフィングという言葉は普段あまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、こういったものです。形状が別の形状に変形することを指します。モーフィングの方法はいくつかあるのですが、今回は2つ紹介します。では早速見ていきましょう。まず四角形から円形に変形するアニメーションを作成してみます。これは簡単でモーショングラフィックスなどでもよく使うので、ぜひ覚えてみてください。まずポンポン作成します。設定はとりあえずフレームレートを30、デュレーションは3秒で作成します。コントロール Y で新規平面を作成して、好きな色を設定してあげて背景へ置きます。背景の平面が動かないようにロックをかけておきます。次にシェイプを作成します。角丸長方形ツールというのがあるので選んでください。ダブルクリックでシェイプを作成します。ドラッグで作成しても OK です。まずサイズを決めます。レイヤーを開いて、コンテンツから長方形パスを開いて、サイズという項目をお好みで調整します。私は400に設定します。その後サイズの2つ下の角丸の半径というものがあるので、そちらの数値をドラッグしてみてください。すると四角形から円形に変化してくれます。半径の数値が高いほど角が丸くなっていきます。こちらにキーフレームを打ってみましょう。0フレーム目で0に設定して四角形の形状を作ります。1秒かけて円形に変化させたいので、30フレーム移動させて角丸の半径を変更します。円形になる数値の目安はサイズに設定した数値の半分の数値です。私の場合だとサイズが400なので、半分の200に設定すると円形になります。大きな数字を入れて円形にしてもいいんですが、アニメーションさせる際に無駄な値になってアニメーションを細部までコントロールできなくなるので、ちょうど円形になる数値を入力するように心がけましょう。最後にアニメーションにイージングをかけていきます。前回紹介したモーションツールズを使ってみたいと思います。モーションツールズを導入していない方は、キーフレーム速度で影響を調整していきましょう。モーションツールズを導入した方は、最初のキーフレームを選択して、出る速度の影響を上げて、最後のキーフレームは、入る速度の影響を上げて、緩急をつけてみましょう。再生してみます。四角形から円形に変化するアニメーションが作成できました。今回のように四角形から円形にモーフィングさせる場合はこのやり方で OK なんですが、他の形だったり複雑な形に変形させたいといった場合にどうするかを見ていきましょう。先ほど作成したアニメーションは一旦非表示にして、新たにシェイプを作成していきます。何でもいいですが、私は円形を作成します。収まりのいいサイズに変更して、次に変形後のシェイプを作成します。これはどちらでも構いませんが、今作成したシェイプレイヤーを選択した状態でシェイプを作成すると、同じレイヤー内に作成することになります。別のレイヤーで作成したい場合は、一旦レイヤーの選択を解除してシェイプを作成してみてください。今回は特にレイヤーを分ける必要はないので、このまま作成します。変形後が分かりやすいように星を作成します。楕円形ツールからスターツールに切り替えます。ダブルクリックで作成できたらサイズを変更していきましょう。レイヤーのコンテンツの中にある多角形を選択すると、コンポジション内でドラッグさせてサイズを変更することもできますが、このやり方だと後々不具合が出てきます。不具合についてはまた後ほど解説します。少々面倒ではありますが、多角形パスを開いて2つの円形を調節してサイズを変更しましょう。サイズを変更できたら多角形パスの上で右クリックをし、ベジパスに変換をクリックしましょう。ベジパスに変換することで自由にパスやポイントを編集できる状態になります。
しくできたパス1というのを開き、その中にあるパスにキーを打ちます。これで今のパスの形状を記憶できました。打たれたキーフレームを選択して、コントロール C でコピーしておきます。星の形を記憶できたので、星のシェイプは不要となります。目のマークをオフにして表示にしておきます。次に楕円形に対してもベジパスに変換を適用してください。同じようにパスにキーフレームを打ちます。これで準備が整いました。時間を1秒進めて楕円形のパスを選択した状態で、先ほどコピーした星の形状のパスをコントロール V で貼り付けます。再生してみましょう。円形から星に変化するアニメーションが作成できました。変形後の形状を用意しておき、それをパスに変換して、その形状を記憶し、貼り付けるという流れで、簡単にモーフィングさせることができます。では最後に、先ほど星型のシェイプをドラッグでサイズを変更すると不具合が起きると言いましたが、そちらを解説します。多角形をドラッグしてサイズを変更すると、トランスフォームのスケールの値が変更されてしまいます。このトランスフォームのスケールの値が変わることで不具合が起きてしまいます。実際に見てみましょう。円形に合わせてサイズを変更したはずの星型シェイプが、モーフィングすることで元のサイズに戻っています。これは円形のスケール値と星型のスケール値が違うことで不具合が起きています。パスをコピーしてモーフィングさせる方法を扱うときは、トランスフォームの値に注意してください。いかがだったでしょうか？これでシェイプのモーフィングはバッチリですね。パスに変換してコピーして貼り付けるという簡単な操作でできるので、ぜひご自身の作品や仕事に活かしてみてください。次回はパスのオフセットという機能について触れていきたいと思います。最後まで動画を見ていただきありがとうございます。では次回の動画でまたお会いしましょう。さようなら。